末の魔法。私がかけたあの魔法を解かずに消えてね。言いたいよ、あなたが好きだとか。ぜひ初めての方も手拍子よろしくお願いします。ねえ、出会いは偶然。覚えているあなた、とっくに忘れたかもね。白いワンピース揺らせば、あの日にいつだった戻れる。手拍子変わります。本当に自由な人ね。もう青い夜空に恋して愛を思い出羽ばたいてく。誰よりもあなたが幸せであるよ。覚悟を決めてたはずだった。だけど真夏に溶けたあの魔法を過去にで気づい思い出す。海花火かき氷涙に濡れた本当は心の奥に。ありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。アツティックグループ研修生藤井美音と申します。今日もよろしくお願いいたします。研修生をする前はですね、2019年まで鳥取県の2人組のご当地アイドルチェリップというグループやっておりました。引退してからはですね、今タレント活動をしておりまして、皆さんが知っているかなという思うところでは、生卵バーンという番組の朝飯というコーナーのリポーターでしたり、日曜日やっているミッケ3位 SDGs という SDGs の番組のサンフクラのリポーターをしていたり、
チームでいうとゴルフ場の CM でちょっと出てたりとか、工務店さんの CM で綺麗なお部屋でくるくるっと回っている CM なんかで出ているので、実は見てくださっている方も多いかもしれません。初めてだなっていう方も今日知っていただけると嬉しいです。初めましての方ぜひよろしくお願いします。初めまして。そしていつもありがとうの方、いつもありまして盛り上がっていってください。ちょっと天候が不安ですけれども、私の持てるパワーでなるべく晴れにして皆さんと気持ちいい時間過ごせたら嬉しいです。今日も最後までよろしくお願いいたします。さあ、最初に聴いていただいたのがタレントになって作った真夏の魔法というオリジナル曲でした。それでは次の曲、もう曲聴いてください。 AGAIN。もう一度信じさせて、あろう曲歌いたいなと思って歌った曲、中森明菜さんのカバー曲スローモーション、そして私がアイドルだった時代、チェリップの時代で歌っていた曲アゲインという曲歌わせていただきました。初めての方も振り付けが完璧で手拍子も完璧で本当に嬉しいです。登場の時にね、少し話していたんですけど、あいにくの天気ですが、こうやって歌う場所を用意していただいて、で中止にせずこうやって開催してくださっているスタッフさん、手拍子で盛り上げていただきありがとうございます。スタッフさんがいて、そしてこうやって集まって見に来てくださっている皆さんがいる限り、メインの会場、今日はね、駅前通りなんですけれども、私たちのメイン会場はここ水田山公園の野外ステージだと思ってやっていますので、あと一曲皆さんに力を貸していただきたいです。これもまたチェリップ時代の曲です。夏フェスにぴったりの
みんなで手を掲げる曲です。リハーサル皆さんと1回やらせていただきましたが、リハーサルはまだいなかった方もいますので、もう一度少しだけ説明しますと、サビで手を何回も掲げます。初めて聞くという方も最後には絶対に一緒にできるようになりますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。そして、今日はね、少しわがままを言わせていただきますと、野外ですし、皆さんちゃんとルールを守ってマスクもしてます、距離も取って見ていただいています。曲の中盤にですね、そろそろ行ってくれたっていいじゃないと私が皆さんに振りますので、行ってくれたっていいじゃないと、エアでも大丈夫、気持ちでも大丈夫、やっていただけると嬉しいです。アイドル時代見てくださっていた方、久しぶりにできることを嬉しく思います。今日初めて私を見てくださっている方とも、またこうしてこの曲で楽しい時間重ねられることも嬉しく思います。ぜひ全員の力貸してください。ロッキンジャパングラスステージ鳥取版、ここでやっていきたいと思いますよ。藤井美音、最後の曲になります。皆さん本当に暑い中ありがとうございました。最後までよろしくお願いします。それでは最後の1曲です。聴いてください。サマータイムシンデレラ。さよならしたらきっとどうか
ました。ありがとう、みんなバッチリでした。お兄さんたちバッチリでした。ありがとうございます。後ろのスタッフさんも雨の中お疲れ様です。ありがとうございます。一緒にやってくれて、この後もですね、私アズティック研修生の先輩ジュビリー・ジュビリーさんのステージがありましたり、その後に物販をさせていただいて、皆さんと直接お話をする時間作らせていただきます。今日初めてだよっていう方もなかなか会う機会に、私ライブ自体が少し少ないので会う機会なかなかないと思いますので、ぜひこの機会に会いに来ていただけると嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。その他、私ちょくちょくとテレビに出ておりますので、またツイッターだったりインスタグラムチェックしていただけると嬉しいなと思います。今手振り返したお兄さん、振り返したんでレッスンしたんで必ず見てください。テレビよろしくお願いします。ということで、また皆さんと楽しい時間を過ごせることを楽しみにしております。暑い、そして足元の悪い中、本当にありがとうございました。みんなに拍手、みんなありがとう。また出会えることを願って、本日はありがとうございました。藤井美音でした。ありがとう。皆さんしっかり水分をとって最後まで楽しんでいってね。やっほー、藤井美音です。今日は2022年8月20日野外なフェスガイナ祭り出演させていただきました。アズティック研修生、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。でチェリップ以来のガイナ祭りということで、ちょっとその時とは違う成長した今の藤井美音を見てもらえるようなセットリストで臨んだつもりです。自分の25分間もう本当に運よく雨が一瞬止まって、気持ちのいいフェスをみんなと体験できたなと思います。先輩たちの時も晴れさせられたらよかったんですけど、それは力を及ばず、すいません。でも先輩たちかっこよかった。やっぱこうやって外の現場だと音響がね、やっぱいつもに比べて不安定だから歌いにくいところもあったと思うのに、歌いながら踊ってめちゃめちゃかっこよかった。そして自分がねアイドルしてた時には見たことのない顔も本当にたくさんあって、でちっちゃい子がいたりとかもして、でやっぱ彼女たちが積み上げてきたものがそういった結果を生んでると思うので、もうチェリップをどんどんガンガン超えて、でもまあ比べるものじゃないからね、彼女たちなりの良さをどんどん作っていってもらえると嬉しいなと思います。ミオン自身もライブ活動少ないですけど、ある時は先輩たちと一緒に頑張ろうと思いますので、来れる時にこれを見ている方も遊びに来てください。ありがとう、藤井ミオンでした。